にかくだ。倒すべきは超勇者ただ一人。行くぞ。でいきなり言われても、どこにいるか分かってるの？ああ、我の心が告げている。奴が決戦の舞台として選ぶ場所は一つしかないと。それは？因縁の場所、我が家兼理事長室でもある魔王城だ。なるほどね。決戦の舞台にはふさわしいじゃないか。熱くなってきたよ。当然、お前たちに選択権はない。一つ、悪魔は骨の髄まで利用し尽くすべし。我に従ってもらうぞ。一緒に来てほしいと言えばよいのに。相変わらずのひねくれ者なのじゃ。心を開いても魔王の筋金入りのひねくれた性格は治らないみたいだね。だから我は心なんぞ開いておらんとあれほど言っただろうが。なあ、わかったわかったよ。ちゃんと僕らは魔王様に従いますよ。なんだその我を軽くあしらうかのような言い草は。元偽勇者のくせに。どこまで行っても僕は偽から離れられないのね。ま、それはいいとしても、超勇者様をあのままにしておくわけにはいかない。うむ、ならば行くぞ。子分じゃない、仲間だろ。うるさい、早く行くぞ。雨降って地固まるか。残るはメインディッシュ、心して食うぞな。もし最終話、超決戦。